人と会話をするロボット。これはアニメや SF などでもよく出てきます。ドラえもんも鉄腕アトムも、そしてスターウォーズなどの SF などに出てくるロボットも、だいたい人と言葉で会話します。つまり人と会話をするロボットというのは未来を示す技術の一つだったわけです。このようなロボットの実現は現在かなり近づいてきています。人と会話をするロボットを作るためには、まず人の声を文字テキストに変換する音声認識という技術が必要です。最近のスマートフォンなどにも音声認識の機能は入っていて、皆さんの中にも声でインターネットを検索するとかしたことがある人もいるかもしれません。でもスマホで音声認識をするっていうのと、少し離れたところにいるロボットで音声認識をさせるというのでは難しさが違います。何が違うんでしょう。そうです、口とマイクとの距離が違います。口の近くにマイクがある場合、マイクには人の声だけがとても明瞭に入力されます。一方で少し離れたところにいるロボットに話す場合には、ロボットのマイクには人の声だけではなくて、周りの雑音だとか部屋の残響、そしてロボット自身が動いた時のモーターの音やファンの音なども入ってしまいます。そんなのちょっとした違いだと思いますか。いえ、これは物理的にはかなり大きな違いなんです。人間の場合、カクテルパーティー効果と呼ばれる現象があります。これはこのようなざわざわしたところでも、パーティーの中でも、人は自分が聞きたい声だけに注目して、それだけを聞き分けることができるというものです。ロボットの場合、ロボットのマイクにはいろんな音が平等に入ってしまいます。ですので、そこからその混ざった音の中から自分が認識すべき音だけを取り出して音声認識をする、そういう難しい処理が必要となるのです。さらに音声認識ができた後にも、言葉の内容を理解する必要があります。相手の言っていることを理解するって一体どういうことなんでしょう。例えば手を挙げてくださいと言われて手を挙げる、これは相手の言ったことを理解している一つの例だと思います。一方で、例えば授業中に消しゴムを忘れていることに気がついて、隣の人に、あ、ごめん、ちょっと消しゴム持ってると聞いた場合を考えてみましょう。それに対して、はい、白色の四角い消しゴムを持っていますと答えるのは、言ってることは正しいですが、なんか理解してもらっているような気がしません。皆さんならきっと、うん、貸してあげるよと言って貸してあげるでしょう。そういうとても仲のいい友達とか夫婦の間では、話したいことを全部言わなくても伝わる、そういうことがあります。相手の言っていることを理解するというのは、そういうことも含んでいるのかもしれません。人と会話をするロボットを作る、これは人間がいかに日頃高度なコミュニケーションを何気なく行っているのか、そういうことを垣間見る研究でもあるのです。